サさんと私のコラボスライム第2弾です。スライムパレット作りとしては5回目だけど、視聴者さんと私のコラボスライムは2回目です。お手紙紹介でも紹介しましたが、たくさんの可愛いビーズを送っていただいているので、こちらをスライムに混ぜていきたいと思います。で、クリアスライムはこれだけ用意しました。この作り方は概要欄をご覧ください。おー、すごい。で、前回コラボスライムパレットを作ったのと同じ感じで、このスライムをまずはここに全部にバババババって入れてから、ビーズを入れて、そこから混ぜていきたいと思います。ではいきます、レッツゴー。はい、今回のクリアスライムは硬さもすごいちょうどいいし、伸びがいいし、すごいクリアなので、めっちゃ得点高いです。はい、全部に入れました。ではここにビーズをやっていきます。配置を考えながら、まずはこちらのピンクのビーズです。ありがとうございます。おお、すごい宝石みたい。はい、ではここピンクレッドにするので、このお花のビーズを次入れていきます。うわ、かわいい。多分別の方なんですけど、すごい似てるので同じところに入れます。うわ、次はこちらの紫とピンクのやつを入れます。うわ、かわいい。ピンクレッドこんな感じです。めっちゃかわいい。続いてはこちらの青い宝石みたいなビーズを入れていきます。うわ、きれい。星の砂を入れます。ね、星の砂、今回一番楽しみにしてたんですけど。うわー、やば。超綺麗。うわー。水色の石に星の砂と貝殻が入ってます。すごい綺麗。ここも水色にしたいので、サンキューマートで買ってきたこちらのこれを入れます。これはなんかプラスチックビーズっぽいです。青が星の形で、水色はハートの形です。かわいい、かわいい。ここカラフルゾーンにしたいと思います。なんかウサギのビーズと丸いビーズが入ってます。かわいい。うわー、なんかサーカスみたいな感じがするね。かわいい。こういうラムネありそう。次はこちらいきます。スパンコールです。メガネとか風船とかリボンとかいろいろ入ってます。すごい豪華。で、次はこちらのビーズを入れます。こんな感じでいろいろ混ざってます。おお、かわいい。真珠っぽいビーズをここに入れていきます。ピンクっぽいパールのビーズです。おお、いいね。なんかここ宝石コーナーみたいになってる。次はこのすみっこぐらしの匂い玉と、なんかめっちゃ可愛いやつと、このお花いきます。まずすみっこぐらしの匂い玉です。超贅沢じゃん。うわー、なんかめっちゃバニラみたいな匂いする。ちょっとオレンジっぽい蛍光ピンク、すごい可愛い。これはやっぱりこれ単体にしたいので、こっちにこの2つを入れていきます。かわいい。うわー、女子だね。はい、ではこの3つを入れていきます。まずこちら、このなんかいろいろめっちゃカラフルなのが入ってるやつはここに入れます。うわー、かわいい。ミッキー、ミッキー3つ入ってた。すごいカラフル。ミッキー4つだよ。4つは本当だ。こちら、なんか丸いプラスチックビーズにキラキラのストーンが埋め込まれてるやつを入れます。うわー、かわいい。ではここにはこれを入れます。トウモロコシ。前 BB 弾入れてトウモロコシっていうコメントが殺到した。わー、入れすぎ。入れすぎた。あ、ほんとだ、トウモロコシだ。トウモロコシだ。超かわいい。こことかすごい、これもすごい好き。はい、こんな感じですっごい賑やかな夏らしいスライムパレットができました。なのでこれを混ぜていきます。
ごい伸びがいい。このマックのスイートコーンを持っていきます。やばい、一旦出して混ぜてから足す方法に変えます。どんどん落ちていく。はい、こんな感じです。ビーズの量はだいぶ減らしました。では次こちらいきます。音がいい、すごい。イエー、めっちゃ宝石してる。すごいキラキラで、これいきます。なんかこれ取り出したばっかりの寒天みたい。うわ、なんか和菓子でこういう水持ちです。すごい、めっちゃ気持ちいい。これなんか海外の洋服とかについてそう。めっちゃ綺麗。次はこれ。綺麗、すごい。はい、じゃあ次星の砂いきます。での砂寒天。わー、すごい、海だ。わー、で、こちらです。おお。じゃあ、真珠。すごい綺麗。これ韓国のスライムにこういうのあるよね。あるある。音もいい。匂い玉。めっちゃ。うわ。かわいい。で、これ控えめな女の子らしさって感じ。かわいい。ビーズがピンクだからクリアスライムもピンクっぽく見えてすごいかわいい。では、こちら。うわー、めっちゃやっぱこれ綺麗。これなんかありそうだよね、グリコに。めっちゃかわいい。遊園地ね。次こちら。わあ、まあ面白いね。面白い。何が出てくるかわからない。そう。次これです。めっちゃ可愛い。これも蛍光色のビーズなんだよね。うん。可愛い、なんかこういうなんかあるよね。ゼリー。ある。ゼリーじゃなくてスライム。音がいい。はい、そして最後こちらです。つー、これ本当になんか遊園地って感じ。ザ・ディズニーランド。うわー、あー、かわいいじゃない。これあれ、イッツ・ア・スモール・ワールド。へえ、かわいい。もう派手ですね。めっちゃかわいい。すごい。久しぶり。すごいね、最上級。うん、かわいい。これすごい好き。はい、これでコラボスライムパレット第2弾完成しました。
こういう星の砂もそうなんですけど、これスライムに混ぜてみてねっていう風に言って送ってくださるものは、もう自分でも思いつかないようなものもたくさんあるので、すごい面白いです。そこのさ、ミッキーのビーズって家にあったけどさ、入れようとか全く考えなかったもんね。蛍光色めっちゃいいよね。かわいいよね。こういうのはさ、何、あ、これに透明のフィッシュボール混ぜたらすごい良さそうだなって今思ったので混ぜてみます。アマゾンでこのペレットすごいやってみたいなと思って、前買ったの全然使ってなかったので使います。いい、見て、めっちゃいい、かわいい、かわいくない？これすごいいい。フィッシュボールだから光も通しやすいし、ね、色もかわいいからすごいいいです。はい、ということでこちらで完成です。裏から見たらめっちゃ綺麗。せーの、あ、おお、あ、なんか大きいね。スパンコールのところ鳥が可愛かった今。ほんとだ、めっちゃいいね、下から見ると。皆さんたくさん送っていただいてありがとうございます。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。